当チャンネルでは不思議なお話やびっくりするようなお話などをご紹介していますが、内容に関しましてはあくまでも都市伝説やフィクションとしてお楽しみいただければ幸いです。衝撃、アシュタールからのメッセージがヤバすぎる。皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はアシュタールからのメッセージです。最近アシュタールのメッセージも増えてきましたので、別に再生リストにまとめますね。それではアシュタールからのメッセージ、今回はどんなメッセージなのでしょうか。アシュタールからのメッセージ。地球の皆さん、こんにちは。司令官のアシュタールです。私は巨大な艦隊を指揮していますが、その方法はあなたが考える命令とは違います。光の流れ、愛の流れは命令という言葉の意味とは全く異なる定義を持っています。あなた方が心の中心にいるとき、自分の現実を完全に指揮しています。これはコントロールと同じではありません。コントロールとは恐怖心です。コントロールとは恐怖のエネルギーを通してあなたの心が適応するものです。これは理解すべきとても重要なことです。流れは愛の光の動きです。愛の光の奇跡からの変化を見ると、その変化は愛の光の流れの集大成です。2020年12月21日前後に今多くのことが起こっています。それは素晴らしい日でした。私たちはあなたがこの日に何かを期待したり、その他の重要な波がやってくるのを期待してほしくありません。私たちは、あなたがコントロールを手放し、流れの中に入ることを望みます。親愛なる人たちよ。この違いがわかりますか？流れの中にいる時には、精神的な束縛がなく、現実を制御したり保持したりすることもありません。流れるだけで、心の自由によって自由自在に動きます。すべてが魔法のように配置され、調節され、完全にシンクロし、あなたの心の空間に完全にマッチします。これは、私たちがより高い次元で行うことです。そして、これが私たちがあなたに望むものです。この概念を理解するには、次の時代に進むことが非常に重要です。あなた方の多くは、必須であるこれらの区別、これらの対比の難しさを学びました。親愛なる人たちよ、私たちにはそれが見えます。私たちはあなた方を愛しています。私たちはこれらのメッセージをあなた方のために伝え、元気づけるため、息を高めるため、啓発するためにここにいます。道を照らし、あなた方が最も重要なことをするのを助けるために、それはあなたの心の中心につながることです。あなたの心の中心の愛になってください。そこにこそ、あなたのより高い自己が存在するのです。それはすべての創造物があるこの宇宙への、このオムニバースへのアクセスです。皆さん、あれが入り口です。これは前にも言ったことがありますが、私たちは必要なだけ、穏やかにまたは強力に、何度も何度もあなた方に思い出させたいのです。そこは、五次元が存在する場所です。あなた方は心の中でそれにアクセスします。なぜなら、それはすでにそこにあり、あなた方がアクセスしたいと思うすべての次元がそこにあるからです。しかしここで重要な教訓があります。それは、流れ、対、コントロール、が関連します。起伏と流れ、対、制御とコントロールです。この二つのことはお互いに相反するものではありませんが、私たちはあなた方のために、ただそれらを対比したいと思います。というのは、あなた方の多くは、自分をコントロールしたり、自分を制御したりすることから、自分を解放したり、自由にしたりすることが、今なお最も難しいことだと思っているからです。親愛なる人たちよ、リラックスしてください。さあ、リラックスして、全身が緩んで、流れるように、柔らかく、優しく、
愛の光で満たされているのを感じてください。あなたが制御されている時はいつでも、あなたは恐れの中にいることを知ってください。それをあなたの合図にして、あなたが解放するのを恐れていることを知ってください。あなたが柔和で、穏やかで、流れている時、それはあなたの心の中心の本質です。今最も急速に現れているのは、あなたの壮大な美しい真実です。親愛なる人たちよ、それに身を任せてください。あなた方の多くが持っているプログラムに焦点を当てたいと思います。それは、もし身を任せたら、手放したら、攻撃を受けやすくなることを恐れるということです。何も真実からはかけ離れていません。これはあなた方に教え込まれた幻想的な偽りの計画です。リラックスしているとき、手放しているとき、流れているとき、あなたは最も強力であり、あなたはこれまでで最も守られています。これは重要な概念であり、私たちはあなたに、これを理解して、欲しいと願っています。ほら、これがあなたの現実を指揮するということです。あなたがその美しい柔らかい流れの中にいるとき、愛の光の中にいるとき、それに身を任せているとき、その平和と優しさの中にいるとき、あなたが完全に指揮しています。命令ではありません。違いがわかりますか？そこには制御がありません。コントロールは恐怖です。指揮とは、あなたの心の中心の美しい愛の光の中を滑るように流れ、あなたと一緒に踊り、あなたの現実を瞬時に映し出します。それはパートナーシップです。あなたの外側の現実が即座に模倣し、即座に変形し、即座にあなたの心の願い、愛、欲望を準備するところです。それが私たちの言う、式、です。これが工事の領域での仕組みで、コントロールとは違います。よく考えてください。生きてこれを理解することはとても重要です。あなたが心の中に入っていくのをずっと楽にするからです。最後の重要なポイントです。あなた方の多くは、心の中心に移動することが難しいと考え、明日ある、それはどのようにすればいいのですか？という質問をしました。あなた方が、天使たち、これはどのようにすればいいのですか？というのも聞いたことがあります。単純な秘訣は、身を任せる、ことです。考えたり、自分をコントロールしたりすることで、自分の心の中心に入ることはできません。手放さなければいけません。それは、恐怖、制御またはコントロールのエネルギーの中にいるときには、通り抜けられないように見える入り口のようなものです。これらのエネルギーはあなたの心の中心には存在しません。だから、もしあなたがそれらを使って、あなたの心の中心に入ろうとするなら、二つの相反するもののように、あなたは押しのけ、あなたの心の中心にいることが最も難しいことに気づくでしょう。あなたの心の中心に入るために、瞑想し、平穏にし、流れに入り、リラックスし、手放してください。そこでは、あなたのハイヤーセルフの壮大な光を感じて、あなたを呼び込み、そしてあなた自身が身を任せるのを許可してください。完全に身を任せて、制御を手放し、コントロールを手放し、恐れを手放し、緊張を手放します。そして、あなた自身が心の中に引き込まれるがままにしてください。この対比のポイントがわかりますか？自分の心の中心に自分自身を作ることはできません。自分の心の中心に自分を吸収させなければなりません。それが秘訣です。それを感じられますか？これを練習して、やってみてください。心の中心に入って、心の中心にいる方がずっと楽だとわかるでしょう。葛藤も痛みも恐怖も、もうたくさんです。身を任せてください。あなたは安全です。絶対に安全です。あなたの最も壮大で強力な心の中心は、あなたを吸収するためにそこで待っています。そうするためには、身を任せ、手放して、解放することが秘訣です。親愛なる人たちよ、やってみてください。
私たちは今、あなたに私たちの愛、私たちの光、私たちの柔らかい愛の光、そしてあなたが心の中心にいるための、私たちの祈りと願いを残していきます。私たちはあなた方をとても愛しています。親愛なる人たちよ、安心してください。私たちは、あなた方が思うよりももっと、あなた方を愛しています。心の中でそれを感じてください。私たちはあなた方を愛しています。さようなら。明日ある。いかがでしょうか。明日あるのメッセージは毎回ほっこりさせてくれるので好きです。今後も継続してメッセージを送ってくれると思うので、ご紹介していきますね。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。